おはようございます。初心者のための沖縄空手講師佐野一郎です。今日も一緒に空手の稽古、行いたいと思います。今回はちょっとだけ難しいです、動きがややこしいかもしれませんが、ゆっくりやりますのでついてきてください。今回は、中段を受けて下段を受けて、その受けた手を捕まえて一歩進んで逆手刀というね、複雑ですよ。ちょっとね、今までのシンプルな動きとはちょっと違ってね、動きも2歩動いたりね、するので、まあ、ゆっくりやりますね。真似ながらやってみてください。後ろに下がりますね。はい、じゃあまず平行立ちで用意してください。最初の中段受け、自分の足一つ分下げて、三鎮立ち、三鎮立ちで中段を受けます。そして今度もう一歩下がります。下段受けなので四股立ちになります。まず受けここまでいいですか。中段受け、三鎮立ちで中段受け、そしてもう一歩下がって四股立ちになって下段受け、受けはこの2つです。そしたら今度攻撃になります。この受けた手をイメージしてくださいね。相手の手首を捕まえて一歩進んで逆手刀、相手の首にね、こう逆手刀を入れるという動きです。でこの一歩進む時も三鎮立ちを意識してください。これ左右交互にいきましょうか。中段受けて、下段受けて、捕まえて一歩進んで逆手刀。ちょっと複雑ですよね、シンプルな動きをね最近やってただけに、今回はちょっと2歩動くというね、攻撃も、普通のシンプルな突きじゃなくて逆手刀という動きが加わってくるので、ちょっと難しいかと思いますが、まあ、たまにはこういう練習もやってみましょう。はい、それでは用意して平行立ち、ゆっくりいきます。1、中段受けて、もう一歩下がって下段受け、捕まえて一歩進んで逆手刀。はい、戻って逆いきますよ。2、中段受けて、下段受けて、一歩進んで逆手刀。はい、戻ります。反対いきますよ。3、中段受けて、下段受けて、捕まえて一歩進んで逆手刀。はい、戻って反対いきますよ。4、中段受けて、一歩下がって下段を受けて、捕まえて一歩進んで逆手刀。はい、戻って反対いきますよ。5、中段受けて、もう一歩下がって下段受け、捕まえて逆手刀。はい、戻って反対いきますよ。6、中段受けて、下段、捕まえて一歩進んで逆手刀。はい、反対いきますよ。7、中段、下段、捕まえて一歩進んで逆手刀。はい、戻って8、中、下、逆手刀。はい、戻って9、中、下、逆手刀。はい、戻って10、中段受けて、下段受けて一歩進んで逆手刀。はい、やめー。はい、今回は以上になります。中段受けて、下段受けて、逆手刀、受けるとき、中段受けのときは三鎮立ち、下段受けのときは四股立ちで、下段受けをしたら捕まえる動作をして一歩進んで逆手刀、捕まえた手を引きながら手刀を入れているという意識ですね、それを持ってやってみてください、ちょっと難しいかもしれませんが、ゆっくり、正確に技を身につけてください。今回は以上です。ありがとうございました。